朝の列車、とあるカエル。つり革につかまるリュックを背負った妄想の列。モノクロフィルムの買い出し列車。一様にみんなリュックを背負い、何があってもリュックを手放さない。網棚には何もない。大したものが入っているわけもなく、五章大事に抱えている。座席には寝ているか寝たふり、目を開けている者はスマホを一様に見ている。そこには知らない誰かが得する情報はあるが、自分が得する情報はない。しかし貪るように目を通す。遅れないように。もう何十周も遅れているのに、賢い君は分かっているはずだ。スマホが何も生まず、貧しい君から幾ばくの無駄金と考える種を奪っていることを。指示があるまで何もしない、何も考えない、何も約束しない、何もない自由だ。同じ顔して、同じ頭で、同じ格好をして、同じものを食べている。友達がいれば、友達は妄想の自分。それ以外は敵だ。気に入らなければ匿名という鎧を着てクレームだ。どうせ友達はみんな同じ顔だ。匿名という名の友達だ。リアルに人をバカにする言葉は空中に消えていく。スマホの中の妄想のリアル。朝の列車の中は妄想がリュックを背負って揺れている。とあるカエルさん、2021年8月31日って書いてありますね。これ今年の8月の31日に出された詩だと思うんですけど、朝の列車、朝の列車という詩でしたね。とあるカエルさんに拍手。とあるカエルさん、ありがとうございました。カバーさせていただきました。井戸です。ありがとうございました。